チャンネルクララをご覧の皆さん、こんばんは。バンダと学ぼう武将の鎧の時間です、はい、今回も倉山さんに代わって桜林がお付き合いさせていただきます。バンダ先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。今回はどんな話になりますか？はい、これはですね、男同士、クレーマさんとだったらですね、もう鎧の兜でガンガン、鎧の話でガンガン言っちゃっていいかなと思ったんですけども、ちょっと桜林さんはやっぱり鎧って言っても、はい、やっぱ女性ですからね、ちょっとそこはちょっと柔らかい路線でいこうかなと思って、ありがとうございます、はい。鎧よりも先にですね、物って私たちよく使いますけど、はい、物語とか、物別れとか言いますよね、はい、その物っての物の本質とは何なのかというのが、うん、実はこれ鎧兜に関係あるんですよ。そこら辺のお話をちょっと、はい、物っていうのをこれ漢和辞典を調べますとですね、牛を追いかけてる人みたいなことが書いてあるんですね。でもなんで牛を追いかけてる人が物になるのかっていうのは書いてないんです、はい。でこれがですね、これよく見てみると、これ棒を底辺の手に持って、で最後のこの下にこうひげみたいにこう生えてる、はい、これは中国語でも日本語でも何々するなかれと禁止を示す言葉ですね、はいはい。要するにこれは手に物を持つなかれというふうにも読めると、はい。これこういうふうに言う人もいるんですけども、この説は今ほとんど取られてないんですよね。そうですか、みんな牛をかけてるみたいな、なんかそういう何かの絵から取ってるんじゃないのかというふうに言われてるんですけども、はい、だからこの物っていうのはもともとは、手に持っちゃいけないもの、つまり武器のことを言うのではないかというのを仮説で私いろいろ調べて、でこれ日本語の漢字が入ってくる前の古語、昔の言葉、大和言葉っていうのがあるんですけども、そのうちの一つで、押して文献っていうのがあるんですね。これは、アイウェオっていうのはイロハよりも実はずっと古くて、はい、そのアイウェオが今のひらがなではない、全く別の文字で書かれていた時代があったみたいなんですよ、その文字のことを押して文字というふうに言うんですけども、はい、その後、いろんな文字がいっぱい発見されてますけど、そのうちの一つと、でこれが各地の神社からですね、これを写した写本みたいなのがいろんなところから出てきてるんですね。でこれを全部集めた人がいまして、それを今研究している池田充先生というのがもう40年以上研究している方ですね。この方が最近、これを解読してみたら、全部合わせていろいろこう見てみたら、どうもこれは古事記とか日本書紀の元になっている話が書いてあって、全国のお祭りの由来みたいなのもちゃんとあるんだと、そうですか、いうふうになって、全訳した本ももう出てますね、はい。その先生のところに実は行ってですね、はい、でこの物のお話について随分盛り上がったりとかですね、しましたので、でその押して文献によるとですね、兵士のことを昔は物のべって言ってたらしいんですね。その物、要するに武器を持っているということで物のべと、そう物のふに、あ、そうですね、そうなんですね。それで兵士の棟梁についてはこの大物主というふうに書かれているんだそうですね。で物のべ氏って、はい、名前出てきますけども、これは武器を管理したりとか兵隊を束ねたりとか、そういう一族らしいんですね。で物のふというのも、はい、物を持つ武士、いきなり物の符って書いて武士ってこう漢字変換出たりもしますけども、はい、本来はこの武器を持ってる男の人のことを物の符というふうになってますね。でこれ戦になるかもと出てますけども、はい、物っていうのはどういうふうに使われるかっていうと、まず一つは戦では兵士の数が物を言う、物を言いますよね、はいはい。やっぱりその物自体が武器とか戦争を意味する、元はそういう話みたいなので、この物を言うっていうのはここからなんですね。で話し合いが、もし戦争を回避するために話し合いをすると、物別れに終わるわけですよね、はい。ここで話し合いが決裂したって、物別れというふうにする意味は、物っていうふうには本来する意味ないですよね。そうですね、で戦争の前になると、さっき言った物の符が集まってきて、でそうすると、昔から武器とかっていうのはみんな持って集まりますから、鎧なんか着てるとガチャガチャいますよね。それで物々しいという、それでこの物々しさが、文がガチャガチャなって、
物々しくなったりとか、うん、その物っていうのを今度は音読み漢字が入ってきた後にこれできた言葉だと思うんですけども、はい、物がうるさいんで物騒になってくるんですよね。であとそういう風になってくると今度やじ馬が集まってきて、やじ馬ってどういう人たちかっていうと、うん、物見高い人とか物好きな人、物好き、でじゃあ戦に出発だという風になりますと、はい、まず戦争が始まる前に相手のところをこう見に行きますよね、はい、うん、それがあの石膏っていうんですけども、物見っていうんですね。で物見は物静かに、物静かに忍び寄る、はい、で忍び寄るのになんで物なのかなっていうのは、それ身につけたものがガチャガチャ鳴らないように、音を立てないようにっていうね、まあ、それとわざわざ向こうまで行かなくても櫓組んで、あれ物見櫓って言いますよね。で櫓自体も組んであるの、櫓っていう一つのもう漢字がありますけども、はい、あれはもともとは高いところから、敵が見やすい高いところから矢を追いかけるので、矢をそこのてっぺんにいっぱい入れてた蔵なんです。それで櫓なんですね。それで櫓なんですね。だから上の方が櫓であって、はい、これ自体全部ではないんですけど、違うんですね。でその、はい、物見櫓から敵陣の様子を見て、侍が物の数ではないわとか言うわけですよね。要するに戦ができるような数じゃないだろうね、はい、このこいつらはと、というふうに戦のことを知ってるみたいに物知り顔で言うわけですね。うわ、なるほど。でもこれを見た時に、はい、戦の前から優劣とか勝敗が分かる人っていうのは、これなかなかね、物分かりがいい人というふうになってね。はいはいはい。で戦争じゃ始まるぞというと、甲冑のことをですね、物の具っていうふうに昔から言うんですよね。物の具を身につけると、はい、で今度戦争が始まるというふうになりますと、はい、これ国語でも習ったかと思いますけども、はい、その物の具が手にするのは得意の獲物なんですね。獲物って狩りで取った獲物っていうのは漢字違いますから。あ、違いますね、これは武器のことを獲物というふうにですね、獲物を手にしてとかってよく言いますけども、まあ、それとあと戦争の時には集団できちんと動かなきゃいけない、勝手にバラバラに動いて暴れまくる原始人の戦いみたいなんじゃないんで、はい、集団力、組織力が大切なんで、それを動かす時にはドラ、例えばドラとか鳴り物っていうんですよね。そうですね。鳴り物もものなんですけども、例えばドラが鳴ったら前進しろと、ホラガイが鳴ったら走っていけとか、あと太鼓が鳴ったら下がれとか、あと太鼓の音の付け方によって右に移動、左に移動と、これ上杉謙信公すごい厳しかったらしくてですね、間違えたやつがいるとそこに走っていった、そいつのところに行っていきなり切っちゃったりしてたらしいんですよ。それって共通だったんですか？どこでもどこの舞台でもそうですけども、上杉家はものすごいそれが厳しくて、もう訓練の時からみんなすごい緊張してやってたんで、戦争の時にも強かったと。間違えたら大変なことになる。間違えたら大変なんですよね。そっちの方が緊張しちゃうっていう感じですよね。そうですよ。だから何にも言わなくても、もう最終的には謙信公が鞭を持っててこうピッて振っただけで、その振り具合でもうみんな分かったって、こっちの重心がその振り具合でみんな 左だからドラを何回鳴らせとか何回鳴らせって言ってやってたみたいなんですよね。じゃあ一打ち二打ち三流れとかああいうのも、そんなのもあるんですか？決め事で、そうですね、あったわけですね。それでみんなが集結あってみんな前に出たりとか、まあ、でも実際に現場に行くとですね、私も機動隊やってたんで分かるんですけども、はい、もうあんまり音とかですね、もうそんなのじゃなくて目の前にあるものなんですよね。目の前にあるもので反応しやすいんで、特に興奮してくると、はいはい、一番目立つのは、目の前にある光る目の高さよりも上にあるもの、これが一番その動きの中では目安になりやすいんで、その昔の武将もその後ろに見えるようにその金色の瓢箪をくっつけてみたりとか、多分そういうのじゃなかったのかなと思いますね。ちょっとそれましたけども、はいはい、で手柄を示すためには物珍しい、あ、言いますね、最前列で戦ってる人っていうのはですね、一番の手柄っていうのは一番槍っていうんですよ。みんなわーっとこう集まってきてガチャガチャっとやる前に、一番最初に槍ガチンとつけて相手を打ち取ってきたっていうのは一番槍って言ってですね、これが一番評価されるんですね。
で一番槍あと一番首って言ってですね、一番最初に特訓やって相手の首持ってきましたって持ってくるのが、ちょっと生々しいですけども、それも非常に手柄として、重要なので、そういう手柄を立てた時に目立ってないとですね、誰が一番か分かんないんですね。これは物珍しいぐらいの入れ立ちで行かないとみんなに認めてもらえないと、でそういう時にですね、この物おじしちゃダメなんですね。でビビってるようなやつっていうのも物にならない言いますよね、はい、うん、でだからものすごいっていうのも、何もすごいをもっとすごくしたら、はい、物じゃなくてもいいわけですよね。確かにそうですよね。大すごいでも超すごいでもよかったんですけども、か、昔からものすごいというのはこういうことですね、はい、うん、で期待されるのは物の見事なって言いますよね。あ、言いますよね、そういえば、はい、物の見事、物要するに戦での見事な働きが必要だったんですね、うん、これが期待されていると、はい、でもこれ戦争終わっちゃうと、ちょっと物悲しい結末に終末になってしまう、ね、いや見事に当てはまりますね、見事に当てはまるの、こう思うと、そう、はい、で、うん、戦争の後ですね、はい、今度は今度負けた言い訳をするんですけども、はい、ちょっとこれはまた次回に。あ、そうですね、あ、もう時間ですね、時間が、はい、一回じゃあここでまた次回をお楽しみにしていただきたいと思います。はい。